こんにちは、ドクターネックスです。今回は新しい転生、全部で6キャラ来たんですけども、残念ながら僕2体、巌流と草川を持ってないので、4体これから他のこいつらも来ますよっていう告知だったのか。分かってなかった。とりあえずこの今6体中4体やっていこうと思います。まずはイチゴ。今行く。このキャラ以前の劇場版ガチャの時に複数体出たけど混ぜてなかったんですね、確かね。じゃあ転生。今行く。面白いね。サンナ、行くぞ。表にの当たり方が面白い。他に最後共産で締めるか。はい、次。これは俺の戦いだ。失礼。いや、先に千の彦行こう。行こう。はい。千のレベル1。行こう。闇にいざない。弥勒丸。今更ですけどエフェクト綺麗ですね。いいね、線の。これは俺の戦いだ。はい、失礼。これは俺の戦いだ。すんげー入るな。強い。俺は己の罪を償うだけだ。はい、もう一丁。イン&ヤン。
倒さねばならぬ。死ね。これでどうだ。死ね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 。してるな。さて、限界突破。これレベル3だ。全く覚えてなかったけど。復活強化。チャドが1個使える。こんな感じで。そして能力解放。通常に強行クールタイム短縮。まあ OS タイプに役に立つリンクですね。はい、せんな。では能力解放。強攻撃クールタイム短縮にフィールド侵入時回復。まあ、継承の試練とかで役に立つ能力ですね。失礼とか持ってたかな。ちょっと受け取ってないところをババッと受け取っとくか。
能力解放。質は非常に重要ですね。強攻撃クールタイム、強攻撃ダメージアップ 20% にクールタイム 10% 短縮。リンク要因として重宝するんで、ここはすぐ使う。冷圧と、普通だったら、こいつを使うんだったら会心っていうとこなんですが、リンクを考えると攻撃で。限界突破。こっちを先に使っちゃうね。能力解放。これも体力最大値 16% アップがついた強攻撃クールタイム 14% 短縮なんかちょっと反応短縮。これもいいっすね。これも冷圧攻撃つけて、まあ体力最大値だから防御体力いらないかな。普段使い、こいつ自身を使うことを見据えて会心とかにしておきましょうか。はい、それじゃあそれぞれレベル200まで持っていきましょうって言ったけども、このまま負けてっか。いつもクエストをこなしてやってるんですけど、もういいかなって。特に質外が重要だね。この即でこの両方持ってるやつが全然いないから、心はね正直リンクとしてはもう揃ってるんだけども、体力最大値ががっつり上がるってことね。冷圧500組がいるからちょっと即戦力には至らないんですが、やっぱクール 14% 圧縮という最大倍率を持ってるイチゴがつけられるのは非常にでかいかな。いや、1個つけて883、うん、なかなかいいんじゃないですかね。ここも下手なキャラつけるよりかはこの 10% 短縮と強攻撃 20% アップっていうのは重宝しそうですね。ここもつけとこう。レアツ、はい、というわけで今回この転生6キャラ中4キャラ上げてみました。特に俺が押すのは質外だね。この強攻撃、ダメージアップ、クールタイム短縮、これがいいと思います。時点で、一応かな。継承の試練とかで、その体力最大につけたキャラにこいつ入れて、みたいな使い方ができるんじゃないでしょうか。行こう。
同じくセンナも、継承試練のキャラクターにつけると体力最大が保ちやすいんじゃないかなということで、とてもとてもいい転生ですね。さらにまあ持ってない、連中をお話ししますと、岩流さんが通常攻撃1つアップもらえたみたいですね。僕持ってないんでちょっと元がどうだったか覚えてないんですけど、音が出なくなって止めました。で、元を確認すると、やっぱ持ってないですね。で、それが通常ヒットスアップがもらえるということで、死神キラーの、通常ヒットスアップ、即死神キラー通常ヒットスアップ。死神キラーの赤攻撃、通常ヒットスアップ。数少ない枠に入れてもらえてますね。ここ僕、何で行くかな。あ、てか、これからか。グループバトルのこれからに、まあ、大越に、さらにこの、岩流入れるっていう戦法も、面白いのかなと思いますね。で、あとは草か。まあ、火だめに通常っていう、まあ、バトルのリンク要因にいい感じですかね。まあ、ここはそれぐらいしか言うことがないかな。あ、でも必殺技ヒットスアップなんか50、40、100ってことなのしたらな。倍率いいね。で、防御低下能力。ああ、ええね。まあ、あまりこいつを使うってことはないだろうけど、うん、なかなか。やっぱ今回の転生非常にいいですね。どれも使い道がある。センナは、継承試練のメインキャラクターのリンク。岩流は、死神キラーのグルバトのサブ要因。イチゴは、これまた継承試練のリンク要因。草加、バトルのリンク要因。例えば持ってない人とかは、これで、あ、まあ、隊長キラーの試練はこれか。いや、必殺技ヒットスアップいいなと思って。室外はもう、強攻撃クールタイム短縮と、強攻撃ダメージアップの両刀使いという貴重な枠。陰暗も、陰暗だけちょっと特殊な形ですけど、通常アップに強攻撃クールタイム短縮で、大越みたいなキャラに、使うのに非常にいいかなというところですね。という全て使える転生っていうなかなかないですね。これはいいのが来ましたね。早く欲しい。転生が来たってことは、今までの傾向からすると1ヶ月後にはパックになりますんで、パックの購入が楽しみです。はい、今回は転生6キャラ、まあ、実質やったのは4キャラですけど、転生紹介していきました。今回はここまでになります。以上、ドクターネックでした。お疲れ様でした。